I wanna be a pop star、 僕の首をギュッと締め付けまくるからね。よし、はい、皆さん、トライアングルって何がよしだみたいな感じだと思うんですけど、はい、今回はですね、ちょっと個人的にすごい気になった、まあいつも気になってるんですけど、あれそういえばあれってどうなるんやろっていうちょっと企画をやってみたいと思います。あのですね、またこちら、メタノエトちゃんのとこにお邪魔するんですが、皆さんは、星のカービィスーパーデラックスというものをやったことはありますでしょうか。まあ知らない、知ってるっていうか名作ですね。要はカービィの名作なんですが、その名作の星のカービィデラックスの中でも、メタナイトと戦うシーンがあるんですよね。で、その戦うシーンで、ずっとソードを取らないでいると、そのメタナイトが、なんかその、堪忍袋の尾が切れたかなんかで、その、もう無理やり、なんかカービィがソードじゃない状態で戦えるんですよ。あれ本来なんかその、剣を抜いて戦わないといけないんですけど、じゃなくてなんかその、ずっと無視し続けてると、なんかね、もう、ええわ、みたいな。もう、いいよ、剣持たなくていいからみたいな感じになって、なんかね、そのまま素のカービィっていうか、もしくは、その、普通のコピー技を、ついた状態、ソード対ソードじゃない状態で、実はメタナイトと戦えるんですよ。で、今回、この星のカービィだとどうなるのかっていうのがちょっと気になって、あ、ちょっと待って。だから、なんかのコピー能力になった状態のまま、放置してみたいと思います。メタナイトの、どうしようかな。そのまま素のカービィでいこうかな。素のカービィで、そのメタナイトの剣を取らずにずっとちょっと放置しています。そうすると、メタナイトの反応はどうなるか。はい。そのまま素のカービィでやらせてくれるのか。なんか戦士と戦士のなんか戦いだみたいな感じで言っときながら、結局、普通の妥協してしまうのか。スーパーファミコンだとそうなんですよ。スーファミだと妥協するんで、それが今回受け継がれているのかっていう。気になりません？はい。って言いながらもうちょっとでメタナイトのとこ着くんですけど。じゃあ、ちょっとメタナイトのとこまで、ちょっと、もう遅いかもしんないんですけど、ちょっとカットしますね。オッケー。これでいいですね。皆の者、待ってよ俺。必ず迎えに行かないぞ。さあ行くぞ。よろしくと、お願いいたします。そっか。まずあれや。ここをちょっと無視していかないといけないんだった。よいしょ。さて、メタナイト、待ってろ。俺が相手してやろう。素のカービィでな。これですね。ちょっと待って。止まろう。これで、今、ちょろっと剣見えたじゃないですか。で、その剣が見えた状態で、戦う。はい。ちょっとその間にちょっと一回サムネだけ撮らせてもらいますけど、ピロリンととかするかもしれないですけど、お許しください。じゃあ、待ってみたいと思います。参る。怒られるわ。この状態ですね。ちょっと撮らせて。はい。この状態で、待ってると、メタナイトはどうなるのか。さあ、どうなる。おそらくこれ倍速かかってんのかな。さあ、これ多分ね、今頃メタナイトさんね、あれですよ。早く、剣取れや。来た！やっぱ取らなくていいんだ！取らなくていいよね？すねだった！ちょっと待って、すわして、私のハートを受け取って。はい、ということで、やばい、スーパーファミコンのままだ、嬉しい。なんかこれすごい嬉しい。ああ、やっぱもう、星のカービィの制作者さんね、もう神。本当に神。いきなりね、その星のカービィの神曲を入れてきたりとか、デレン、デッデレデッデデレン、デッデレデッデデデンって曲があったんですよ。デレーデレレデみたいな感じの曲も入れてくれて、かつこのメタナイトが、その、剣を取らないと戦ってくれるっていうのも残しといてくれるなんて、もう、本当にカービィ大好き。やば。ということで、今回の検証は、剣をずっと取らないでいると、多分ね、これコピー技っていうかね、他のコピーの状態でも多分大丈夫だと思うので、よかったらね、この剣で戦いたくないよとか、プラズマの方が強いからプラズマで行くよっていう方はね、剣取らずに放置しといてください。はい。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。
せめて最後にさ、私の思いを受け取ってちょうだい、メタナートちゃん。一回ぐらいさ、いいじゃないか。ダメかい？お願いいたしますよ。ねえ、お願い。ねえ、ねえ、ねえ、ねえ。